チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、買ってきた桔梗信玄餅を食べます。キティちゃん、ね、キティ信玄餅、ね、キティちゃんの柄の袋に入った信玄餅ね、食べましょう。信玄餅は ね、ゆるキャンで食べ方やっとってんけどね、食べ方をね、間違うと粉まみれになるんだよね。だからね、やっていきましょう。まずね、袋を開けて、で、ね、これね、風呂敷をね、開けて、で、風呂敷をね、手に取るんやって。で、黒蜜を取って、これをね、こぼさへんように蓋を開けて、ここでやったらかなりやばいんだけどね、これを風呂敷にポコンと出すのよ。で、出てきない。ここに出して、お餅を出して、で、ここに黒蜜、ここに黒蜜をたーっと垂らして、で、風呂敷を包んで、もみもみですね、もみもみ。こうすることでね、手も汚れずに、周りも汚れずに、きな粉をしっかり食べられるんやって。もっとしっかりもみ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 、優しくもみもみ。では食べましょう。こうやって食べるとね、よっ、うまっ、おいしいね。これをね、やらずに食べると、あっちこっち粉まみれになるね。ほら、うん、おいしい。もうしっかりしっかりつけて、こう食べる。うん、うちは3つしか入ってないからね。ほら、しっかり黒蜜つけて、きな粉もつけて、もう一回もあるの。うん、甘い、めちゃくちゃ甘い。もみもみしてね、桔梗信玄餅は山梨かな、チコタかな。ちゃんときれいにね、食べられるんやって。もっとこれ、粉まみれになるの食べたり。うん、美味しかった。ね、山梨県やね、桔梗屋さん、桔梗信玄餅。うん、結構ね、好きでね、関東行ったら絶対に帰りサービスエリアで買ってくんね。結構桔梗信玄餅が好きでね、美味しいね。こういうね、きな粉と黒蜜っていう素朴な組み合わせ、うちは結構こういう和なもんが好きでね、やっぱりこういうのいいよね。ということでね、今日のあっちゃんのね、スイーツタイムは、ね、サービスエリアで買ってきた桔梗信玄餅、これどこで買ったかな、帰り道ね、足柄か静岡か、
静岡で買ったかな、忘れた、うん、そのあたりで買ってんけどね。まあね、うん、サービスエリア好きでね、いろいろ言ってくるけど、今回ちょっとサービスエリアとか全然取れてないねんけど、ね、あのサービスエリアグルメも好きやし、こういうお土産も好き。ただまあ割高になるんでね、ちょっと今回節約で行ってきたんで、まあ、引っ越しもあったんでね、予算もできるだけ削って行ってきたんで、あんまり何も買えへんかって、いつもやっていろんなもん買っていくんだけど、うん、だから今回はまあ桔梗信玄餅だけは譲れへんかってね、食べたかったから買ってきた、うん、だからやねんけども、やっぱり買ってよかったなって、うん、美味しいわこれね、うち家族だいぶみんな好きやしね、うん、こういうのね、いいんじゃないのかなと。あ、ちょっとお茶沸いた、ちょっと待っててね。お茶をね沸かしとかんとね、お茶もねペットボトルで買ったら結構割高になるんでね、まあ、節約節約ですわ、うん、ね、引っ越しするといろんなとこでお金もかかるしね、で生活もね今まで以上に家賃とかいろんなのもかかってくるんで、いろんなところ節約していかなあかんのでね、だから、まあ、今回ね、まあ、信玄餅をだけをお土産に買ってきてで、だけってことないね、エビのメロンパンも買ってきたな、まあ、買ってきたけど、まあ、いつもやったら本当にね結構何種類か買ってくるんやけど、ちょっと今ほんまにやれないけど、ね、まあ頑張って、新居で落ち着いてこっから稼いで、またねいろんなところ行ったりいろんなことしたりね、楽しくやっていきたいと思うんでね、まあ、これからもねあっちゃんねの応援していただければ嬉しいです。やっぱみんながね再生してくれる、そして高評価をしてくれるっていうのが大事でね、本当にみんなが再生してくれるっていうのが本当収益の種になるし、でね新規さんが来てくれる、それも嬉しいことやねんけども、新規さんがね目に触れるには評価が多いとやっぱり新規さんの目に触れるおすすめに上がりやすくなるんだよね。だからファンのみんなね、本当に評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。で、ね、ファンじゃなくあっちゃんのこと嫌ってるあっちの皆さんはね、もう喜んで低評価を押してください。評価ボタンを押されるイコール、あれなんで、なんていうのかな、興味のある動画として、見られる。だからみんなの興味のない動画、そう、誰もがスルーするボタンを押さない。ね、評価ボタンのない動画っていうのはねスルーされやすいんで、やっぱり表に出にくくなってるんで、低でもこうでもいいんで評価ボタンをぜひぜひ押してくださいということで、今日のあっちゃんの、お土産桔梗信玄餅の動画よかったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ、よろしくね。